ます。こんにちは。こんばんは。ワークです。よろしくお願いします。シューン言うとりますけども。はい。ということでね、今日はね、もうアークデスチャンネルの大人気、もう大人気企画ですよ。皆さん、ハゲ日記。今日で3ヶ月間飲み切った。でね、さっきも朝一ね、眠たい目をこすりながら病院まで行ってきました。はい。ということで、こちら、ドーン！フィナセリド。いや、もう今回からもうね、もう袋入っとらへんねん。お前これ中古ちゃうんか思ってね、これ。ということでね、今日4ヶ月目に入ります。さあ、一粒飲んでこ飲んでこ。これめちゃくちゃちっちゃいんですよ。ほんまに。ああ入ってきた。入ってきたよ。入ってきた。入ってきた。生えてきた。まあ今言いかけてたんですけどね、これ結構ね、ちっちゃくてね、フリスクの半分ぐらいの厚さしかないんです。まあそんなんどうでもいいんですけどね。まあ早本題行けと。いや、まだ行きませんよ。喋らせてくださいよ。たまには喋らせてくださいよ。こういうのもスキップせんといて。スキップせんといて。15秒スキップせんといて。それかもビューってもう先までやらんといて。ちょっとだけ待って。はい、まあね、まあそんな言うとりますけどもね、今ね、病院行ってきて、まあ先生とお話ししてたんですけどね、30秒ぐらいでもう終わりました。なんか抜け毛とかどうみたいな。先生と僕の会話がね、もうどんだけもう短いのか。ちょっと今日こすり録音してたんで、マジで短いから、そんだけって診察ってそんなんなんみたいな。ということでね、ちょっと聞いてください。VTR じゃないけど、どうぞ。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。自分今実感ないと思う。抜け毛は減った？いや、どうなんだろう。もうこの短さだとその抜け毛が全然わかんないから。お腹もわかんない。全然。よいしょ。また1ヶ月28日分でいいですかね。はい。じゃあここで渡します。はい。ありがとうございます。ね？めっちゃ短いでしょ？もうみんなもう、早よ、脱げや！早よ帽子取れやって思ってるんでさ、もう行きます。はい、行きますよ。3、2、1。は？誰が一休さんやねん、おい。誰が一休さんやねん。はい、ということで、こんな感じですね。なんかあれやね、今日ちょっと天気も悪いし、なんか分かりづらいね、こんな感じなんですよ。こんな感じ、ちょっと、やばない？やばくないですか、これ。ここら辺めっちゃもさもさやのに、なんでここないん？なんでここないん？頭頂部どうなってる？ねえ、頭頂部、ねえ、見て、ねえ、ちゃんと、やっぱ波平さんとかと同じやな。やっぱここは、はぁ、ここはあんねんな。ほんまここやねん、もう。ここやねん。ここやねん。ここ。ここ、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 ここ。ここ、ここ、ここ、ここやねん、もう。ほんまにください。ください、ください。まあこれ生えてんのかぶっちゃけわからん。わからん。まあまあ言うてまだ3ヶ月飲み切ったところやからね。最低半年しなあかんのはわかってるけど、まあ多分僕前回の動画でね、エンディングの後にね、ちょこっとね、と言ったかもしれない。言ってないかもしれないけど、チャンネル登録者1000人行くまでマジ髪の毛伸ばし続けようと思ってね。チャンネル登録者1000人行かんかったら俺、ここはないのにここだけ伸びてってもうリアル落ち武者みたいなになっていくんちゃうかなと思ってね。まあとりあえずチャンネル登録者1000人行くまではね、髪の毛切らん。はい、っていうことでね、本日からね、まあ4ヶ月目行くと思うんですけども、もしね、もうこれは本当にもう、半年とか言ってるけど、俺もう一生続けるぐらいの気持ちよ。もうこの年やからハゲてもいっか、ぐらいになるまでずっと飲み続けてやろうかなと思ってるんでね。もう人体実験みたいなもんですよ。みんなよかったらね、もう世の中のハゲてる諸君、気になる人、ぜひね、チャンネル登録、グッドボタンして待っといてください。っていうことで、本日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画面白かったら、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いしますし。ということで、アークでしたよ。いや、最近すごい言われるんよ。顔ちっちゃいなって。